えちゃうんですよ。どういう、理想よ。え、でも森田さんみたいにシャキッとしてる人がいて、ね、あ、私結構ダラダラしたな、あとなんかラッパ吹いてるっていうのもシャキッと、あとラッパがシャキッとしてるのかな。いや、わかんないけど、しっかり仕事してらっしゃるけど素晴らしい。言い方悪いけど、サックスだったらちょっとね、悪っぽく見えますもんね。そっちらしいな。トランペットだったらちょっと黙っといてね、はい、非常に普通のコメントでしたそうだね、うん、そうだね。まあまあ、でもそうだね、なんだろう、でもなんだろう、そういうところにさ、なんか男の色気とか感じる女の人もいるらしいね。うん、だからその、だからまだそのちょっと着替えてるけど完璧に着替えてないみたいなさ、ちょっと胸元がさ、ちょっとシャツがちょっと開いててみたいな感じでこうダラーンってしてるんだけど、それでこういう風になんか、その状態でパン食いながら走ってきたりする。いや、ダメじゃん、それダメな人じゃん。物語になっちゃう。誰かにぶつかるやつでしょ、それ。で、まあ、まあまあ、でも、ね、こうね、そういうの結構色気があるっていうね、ここら辺が出てる感じ。ね、で、なんかこう、コーヒー飲みながらね、こうやって、ビジネスショー、ビジネス新聞とか読んでるみたいなね。そういうなんか色気感じる人多いっていうね。そう、裸足とかも、裸足とかね、ズボンの裸足とかも、もういいや、長くなっちゃう。はい、どうぞ、そうそう、お時間来たので、コーナーの方に行こうと思います。よろしくお願いいたしまーす。ということで、ワンワールドコーナー、はい、お願いいたします。はい、さて19時半過ぎましたね。はい、はい、ここからワードウルフのコーナーです。はい、心理学を日々学び、そして謝り自らをワードウルフの申し子と自負している。ワード今ね、すげえ負けてるんだ俺の立ち回りも大注目です。はい、皆様もウルフが誰なのかご一緒に考えてみてください。はい、よろしくお願いします。で、画面に入ると、狭くなってしまうので、そのスペースがね、はい、社長は一応ここにいます。そうですね、遠くから、参加してもらって4人でやろうかなっていう感じですね。はい、よろしくお願いします。じゃあちょっとね、コメントの方パッと読んで、行こうと思います。飲みながら携帯と iPod を見ます、コーヒー飲みながら携帯と iPod を見ます。店長優しいってことですね。行くねパパですねって言ったんですね。朝はコーヒー飲みながら携帯チェック。おお、やっぱみんな携帯見るんだね。うん、その後ダッシュで朝ごはん&お弁当を作って、朝の占いは必ず見る。おお、朝の占い必ず見るのはルーティーンだね。うん、ね、ベアさんすごいね。ベアちゃん体に良くないかもなんてだけど、ブラックなんだよね。へえ、ブラックなんですね。いや、別に目覚ますには別にいいんじゃないですかね、ブラックに。チキンもブラックのやつ大人だから違うか。はい、おお、大人。パチパチパチ。ワードウルフの鬼パチパチ。たぶん今日は勝とうね。そうだね。今日はね、休みに入る前ぐらいは勝ちたいよね。まあでも今、自信がないですね。まあでも、最近ほらさ、家にいなきゃいけない時間が増えたじゃん。だから、めちゃめちゃ瞑想はしてるから、共感能力は上がってるけど、迷ってるの？え？迷ってる瞑想？いや、違います。違う。ね、はい、よろしくお願いしますね。なんか共感能力はちょっと多少上がってるのかなとは思ってます。ただでも負けた時の言い訳ができなくなっちゃうんで、はいね。だからですね、ワードでやってます。ここからはですね、パソコンも見れないし、携帯も見れないようにしてます。見るなよ。見るなよ。そんなね。はい、バッシュ見えないから、バッシュ。ここ置いてて、ここ。ああ、いいね。ここ置いてて。見たらあれやからね、めっちゃ。はい。ということで、ワードウルフやっていきましょう。ね、はい。じゃあ、1問目いきます。はい、1問目いきましょう。どれかな。目が見えない人かよ。そのくらいは大丈夫だよ。はい、そうですね、やっていきましょう。せーの、ドン。はい、これちょっとだけ聞いていいですか。ワードウルフ有利問題ですか。ああ、そういうあれで言うと、これ1問目に関して言ったら、まあそうですね、ウルフは結構なんか多分そんな感じはしますよね。はい、それ、はい、やっていきましょう。はい、いきます。はーい、はーいね。
皆さん持ってますか？ああ、いや、東京来てからないですね。ああ。持とうと思って結局そのままにしてる。なるほどね。はい、持ちたいの持ちたいの。そうですね。やっぱ何かとやっぱ便利なんで、あもう並行して作業ができなくなっちゃうんで、そうあったら絶対いいですね。うん、そう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 。持ってないです。持ってないですか？欲しいですか？欲しいです。欲しい。何に使うんですか？持ってますよ。持ってますか？持ってますよ。何に使うんですか？今時の子って使わないんじゃないですか？逆に使うんですよね。流行ってるから、うん、こう、ね、今だって SNS 全盛期だもんね。そうそう、確かに、うん、それはそうですね、うん、じゃあこれも持つなら、いや違うな、この質問すると危ないな、うん、そうね、うん、そうだな、いつもあるかな。そうね、難しいっすね。そうね、うん、ね、これ持ち運んだりとかします？いや、もう性格の問題に持ち運びません。あ、壊しそう。あ、うん、持ってるとして持ち運びます？持ち運びたいです。あ、お外で、うん、もう何スタバでそういう女の子に憧れちゃった。そういう女の子に憧れちゃった。いやいやいや、小林俊介何やってんだろう。僕はいつも背中に背負ってるんですよ。あ、なるほど。はい。森田さんは？僕は、トクトバにあります。必要の時はね、持ち歩くし、必要な時は持ち歩くんですね。必須なんですかね、今はね。ビジネスマンは必須なんですかね。まあ、そうだと思いますね。ビジネスやってる人たちってね、基本的には持ってるからね。それはそうだと思いますよ。と思います。はい。どうですか？逆に、欲しいんだよね。欲しいです。どんなイメージがある？どんなイメージ？買うにあたって、どういうことがしたい？ちょっと、したいことですか？したいこと、でも今、こういうことだから、ちょっと配信ができるじゃないですか。そういうので、こう、で、遠くで離れて、こう、モニターだけこう、合わせて、一緒にみんな、話して、配信とかやると楽しい感じがします。ああ、なるほどね。はいはいはい。どうですか？やっぱ何でもそうなんですけど、早めに用意しないと、ない時間が多いと、あ、別にいらないかってなっちゃうんで、で、もう手に入れた方がいいですけど、もう手遅れですよ。たまにテレビもね、結局買ってないし、引っ越す前はカーテンすらなかったんで、ああ、いっか、みたいな、すりガラスだし、やばいな、そういうのね、どんどんね、まあいいかになっちゃうから、そう、なんでもそう、欲しいなと思ったら買っといた方がいいですから、まあいいかってなっちゃうから、本当に。カーテンとテレビまあいいかってなったら、大体まあいいかなって。そうそうそう、やばいやばい。やばいですね、気をつけて皆さんも。どうしても欲しい。今だからその状態じゃないんですよ。だからね、多分来た当時だったら、あ、必要だって思ったんですけど、今まあいいかってなっちゃって。あったら何するんですかね。あったら、ね、多分動画とかを撮るのに使ってるかもしれないですね。なんだろう、あれ、なんか悪いかもしれないな。怪しいな、怪しいな。これどっちかかもしれないですね。出るかですか。そうですね。あったらそれくらいかな。でも何かしらもう今ってもうあれじゃないですか。もう大体スマホで何でも大丈夫ですから。ね、それがそれでやっちゃうともうもうゲームしちゃったらもうゲームしかできないし、別の作業が何もできなくなっちゃうので、まあ、ゲームをやめればいいんですけど。そのために必要機器を全部排除しちゃうのにね。そう目立ってやっちゃってるから。そう。森田さん、これ持ってるの？これ持ってます。持ってる。何に使う？そうだなぁ、やっぱり画面が大きいからね。画面が大きいから、やっぱりそういう動画とか見るときはいいよね。かなって感じです。いつ頃から持ってますか？結構前から持ってますよ。最近、そうだね。ただでも、新しいの欲しいなと思います。
なんでですか、もう追いつかないチームが。いやー、別にそのことはないんだけど、不要不急の購入ですか。不要不急、違います、不要不急のブライドタッチですか。スペック的にもね、いろいろなこと考えてほしいなと思うんですね。そろそろいいでしょうか。すかね、はい、ね、はい、大丈夫ですか。ワードウルフだと思いますか。ワードウルフじゃないと思いますか。ワードウルフじゃないと思います。ワードウルフだと思いますか。ワードウルフじゃないと思います。ワードウルフじゃないと思います。ワードウルフだと思いますか。ワードウルフじゃないと思います。ワードウルフだと思いますか。ワードウルフじゃないと思いますか。違うと思います。違うと思います。全員違うんだね。はい、すごい悪い顔してたから、あのチラッと見たらすごい悪い、なんかオーラだと思って見たらすごい悪い。僕変わらったんですよ、多分。はい、手を挙げてください。指一本立ててください。せーの、ドン。あら、もう一回やったらいい。だったか。そうですね。あのね、釜をかけてさっきね、あの不要不急のブライドタッチですかって言ったんですけど、誰も反応しなかったから。これ、これ、あの、じゃあもう一つ、あの一個だけルール、今日だけ追加しましょうか。何か当てたらもう1ポイント追加しましょうか。おあのモーラーアドルフが、はいはい、お頑張って勝ちにしてますね、はい、じゃあ指さして何っていうところまで当たったら2ポイント。そうですね、はいはい、だせーので言うんだよ、うん、はい、せーの、パソコン。うん、ビデオカメラ、ビデオカメラ、うん、はい、パソコンでしょ。パソコン、パソコン、パソコン、画面だけ。じゃあ、こっち、こっちから答え。社長か。タブレット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 。ノートパソコン。ノートパソコン。タブレット。そんな、なんだろう。パソコンって言ってんじゃないね。いや、これタブレットって言うから、結構、ほら、古いって言っても数年じゃないですか。そうだね。パソコンってもう、25年、30年だから、だから、あれと思って、これはでも、ブラインドタッチとかなんか余計なことを言ってるから。そうっすね、パソコン。多分だからこいつ多分キーボードだから、あのね、面白いもんで、人間ってなんか表すときってボディーランゲージ絶対やるんですよ。そうで、ボディーランゲージこうやってやってたから、こいつパソコンだと思ったから、本当にあの本当に面白いなと思いながら見てた俺は。あのそれで見ようと思ったら全く誰も反応して、誰も反応してないこれは。あ、そうだ、忘れてた。あの今日ね、あの罰ゲーム忘れてた。これね、あの今日中2ですね。中2秒です。タブレットもね、追加パスでブラインドタッチするからね。そこは、ね、出題が悪いということにしてください。ね、はい、パルスとカタルシスがね、あの名前に入ります。和菓子くんだったら何になるんだ。どっ、まあ、天野。天野、天野パルス和菓子になるのか、天野カタルシスとか。ちなみにあの意味は、パルスは鼓動で、和菓子の場合はさ、和風のやつがいいからさ、皇帝とか帝王でいいんじゃない。皇帝和菓子、皇帝和菓子。いや、これっぽい、あのあれをしろよ、ツイートしろよ。あ、わかりました。なんかいつもしてる気がする。そうですね、いや、どうですか、皆さんね。あのノート PC とタブレット PC、ね、俺最初携帯と思ったんですけど、スマホと思ったんですけど、いや、スマホだと多分な、みんな持ってるって一番最初のあれの時に、みんな持ってるって言った時に、いや、みんな持ってるだろうと思って、持ってないっていうことあれと思って、じゃあ違うのかと思って、まあ、そっちにしましたね。いや、あのね、タブレット一応持ってるけど、俺ほとんど使わないのね。うん、めんどくさくてさ、あれ、うん、そう、あのスマホで文章打つのもダメだから、めんどくさくて。なるほど、なるほど、うん、一応ね、あの、この二人は違うって思ったから、俺ね、愛知してたんだよ、ずっと。俺仲間だからねって言われてたんだけど、気づいてくれなかったかもしれないけど、俺ね、ずっとね、こうやってこうやってやってたんだよ。なるほど。そう。いや、でももう完全に和菓子だって分かったから、ああ、和菓子だなぁと思って。そうですね。うん、はい。急なシュール。2問目。飲むぞ。はい、2問目いきましょう。はい、2問目いきましょう。じゃあ、僕から行きましょうか。感謝します。はい、行きましょう。はい、せーの、ドン。